新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組ゴスペルラジオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-WAVE-FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。さあ10月1回目の放送です。リスナーの皆さんへね、大切なお知らせがあるんですよね。っていうのは今日相方いないんですよ、私一人。あ、でもね、お手伝いが2人来てくれてます。紹介します。のぞむさんとみやこさん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、彼らね、なんとね、ゴスペルの専門家なんですよ。専門家でしょ。いや僕が専門家じゃないわけではないかもしれない、よくわからないんですけど、でももうのぞむさんとみやこさんはいわき市でゴスペルといえばもう2人の名前が出てくるじゃないですか。そんなにすごい。そんなにすごいですよ。もういわきだけじゃなくて、もう福島県でって言っても過言ではない。でイベントしてるじゃないですか、ゴスペルフェスティバル。はい、やってますね。それにはもうね、日本中、世界中から人が集まってるという、はい、そうですね、すごいですよね。のぞむさん、しかもビジネスもすごいですしね。さっきお話聞きましたけど、ありがとうございます。なんかよくわからない、なんかやってるんですよね。電気がどうとか、X 線がどうとかね、もうなんか宇宙に飛んでいけそうですけど、まあ、さらに牧師もしてるという、はい、もうね、できるわこの番組。お手伝いですけど、すごいすごい。ということで、お二人からお手伝いしていただくということで、リスナーに向けての抱負を一言ずついただきたいと思います。では、のぞむさん。はい、温泉が大好きなのぞむです。よろしくお願いいたします。温泉大好きですか、お願いします。はい、ゴスペル大好きな、美和子です。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、美和子さん、いい声してますね。ありがとうございます。いや、期待できるわ。ということで、今日も1日1時間ゴスペルでよろしくお願いします。よろしくお願いします。